ほいー、あ、まあ、空想ワンピースの前に、あれすごいね、トレジャークルーズのトレクルの赤髪三連サイレント雑談みたいな、なんか適当なの作ったらとんでもない速度で 再生されて70回くらい再生されたんですよ。これ70みんなシャバーシャバーシャバーはじまざっこって思ってるかもしれない。俺にしてはすごいんですよ、今までのなんか70倍くらいで。やっぱりそのやっぱり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 寿司食べたい、寿司食べたい、寿司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 食べたい、寿司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 食べたい、トレクルそこそこサイレント赤髪三連っていうやつをやったんですけど、そしたらそのもう一個片方になるカーテンひっぺがしてる雑談もう再生回数がいつものなんか14回くらい多い。すごくないみんな、やっぱトレクルの力すげえわ。見てほしい時には一緒になんかトレクルやろう。でそれもこの動画のサムネイルがなんとね、あの赤髪のシャンクス当たったんですよ。黒シャンね、黒いシャンクスが当たったんですよ。すごくない？当たっちゃったんだよ。でもね、他3枚クソだったけど、と思ったけど、まあ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 超嬉しい。でもシャンクス超強いんですよ。よかった、当たってよかったって思います。むちゃくちゃ嬉しい、嬉しくてしょうがない。チェース、チェース、チェース、パパパパパパ、はぁ、おー、シャンダレーゼ。あ、まあ、クソワンピースの話になるか。まあ、ジャースは強いやーってね、まあ、最強キャラなんで、もう許さない。もうジャースより強いやつはいない。おしまい。おしまいでーすってね。まあ、ジャースのリミリミの実の服用数は4つとかくらいです。4つくらい食ってます、あいつは。リミリミの実4つ食ってます。なんでキャウ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 、あ、ちょ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 、うん、明日汚いな。ま、うわ、まあね、まあ、ならず者海賊団の話ですね。まあ、ならず者海賊団はまあね、もうジアースがもう、俺創造神になったから、お前ら、ダメだぞ、悪いことって言ってね、もう創造神になった力でもう超強くなって、創造神の。まあ、創造神っても最強ですから。まあ、禅王みたいな、禅王は創造神かって言うと違いますよ。禅王もまた違う、まあ、破壊神に近いですか、あんなやつ。禅王の一個上が創造神ですから。うん。まあ、禅王様みたいなもん。まあ、禅王様はね、まあ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 って言ってね。まあ、宇宙政府の一番上が禅王ってことにしとこう。うん。で、まあね、創造神ですから、王より強いから、強いから、適当ですね。まあ、ジアースは倒せなかったと、禅王でもね。まあ、NN の実の能力者が、まあ、NN の野郎がなんで強くなったか。まあ、まず NN の実って、まあ、悪魔の実なんですよ。エネルギーを司る能力なんですけど、そんな強くないわけよ。ちょっとね、エネルギー、熱エネルギーをちょっと。うーんみたいな感じでできるんだけど、エネルギーに変換するエネルギーのために大体のエネルギーがなくなるみたいな、それすごい高位な技だからあんま使えないんですけど、まあ極めてるうちにそこそこ強くなった、そこそこ強くなったけど、まだ無限じゃなかったの。無限っていうかね、その限りなく無限に近い有限じゃないんですよ。まだ本当にちょっとくらい、うん、そこそこまあ、何億人、何兆人の人間分のエネルギー、まあ、何億人か、何千万人程度の人間エネルギーみたいなのしか持ってなかった時の時代に、まあ、氷結魔人にあったと。まあ、氷結魔人に、わー、こっちやべえわー、ぴゃーんって凍らされちゃったっていうね。とんでもない。まあ、氷結魔人っていうのは、まあ、創造神から練り出された、もう、邪の能力なんですよ。邪の塊だから、まあ、魔人って言われてるんですけど、その悪しき部分、その創造神、氷結の創造神ってやつが、そのね、わ、帰ってきた、おしまい。